令和2年11月14日、阿蘇市立波野小学校の児童たちが、現在工事が進められている滝室坂トンネルを見学しました。児童たちはまず、工事現場事務所で、国土交通省と工事現場の責任者から、工事の概要や進め方などについて話を聞き、そして、スクールバスに乗って滝室坂トンネルの工事現場へと向かいました。 トンネル工事最先端の切りハでは、超油圧ロボボ,ボルティンガー V という機械を動かし、トンネルの掘削状況などを見学しました。今回の工事現場見学は、現在波ので進められているトンネル工事の様子を自分たちの目で見て間近に体感することで、ふるさと波野について理解を深めようと、土曜授業の一環として行われました。 トンネル工事現場を見学した児童たちは、超油圧ロボボ,ボルティンガー V の名前の由来は何ですか機械の値段はいくらですかなどと質問。機械の値段がおよそ3億円と聞き驚いていました。最後に全員で記念写真に収まった後、子供たちは背丈以上もあるタイヤがついたタイヤショベルを触ったりしていました。